3度目の緊急事態宣言が発せられまして、なんとか患者、新規感染者が減ってくれることを望んでいるんですが、まあ、過去の第1回目、あれ第2回目なんかと比べてですね、今回はそう簡単には下がらないと。まあ、どうしてその感染者が減らないかというと、やはり変異種が、だんだん支配的になってきたということで、感染力が強い。だから今までと同じような対策をやってたんじゃ、もう減らないという状況に追い込まれておりまして、まあ、連日増え続けていると言った方がいいと思います。で、今の、変異種というのが非常に危険でありまして、ですから、前回の緊急事態宣言を解除するときに、私はですね、まあ、これは非常に危険な賭けだと。どれだけ変異種が怖いか分かってないんだろうということをアピールしてたんですが、やはり私の言った通りになりましたよね。で、まあ、一番の問題は、大阪、神奈川、神戸あたりですかね。まあ、外国から変異種が入ってきて、それがもう支配的になってきたと。で、感染の増大が止まらない。そして、医療崩壊がもうすでに始まっておりますね。ですから、毎日1000人以上の患者が出てるんですが、もう病院は対応できないと。対応できないっていうことはですね、何があるかというと、まあ、脳卒中だろうとね、心筋梗塞だろうと、まあ、緊急に要するような患者が出てきたときに、やってくれる病院がないと。そして、まあ、これがですね、病人が出てきてもですね、もう、入院できないから自宅待機してろと。自宅待機してるうちに、まあ、病状がどんどん悪化して死んでしまうというような人が続出しているということですね。ですからですね、これはまあ大変な危機なわけですよ。まあ、戦後、これだけの大惨事って言いますかね、病院が機能を失いかけつつあるという、医療崩壊が始まっているという、こういうのはですね、経験がないんですね、今で。だからそれだけの大変な危機で、なんとかならないのかということですね。だから、ステイホームとか、マスク会食とか、まあ、東京に来ないでとか、大阪に来ないでとか、まあ、いろんなこと言いますよ。でもですね、それじゃもう間に合わないんですね。じゃあ、日本は絶望的なのかというと、そうでもないですね。絶望的でもない。これを助けるのが、何と言ってもワクチンですよ。ワクチンは、ファイザーとかモデルナとか、まあ、非常に優秀なワクチンが出てきたんですね。もうそれワクチン打っとけば、まあ、ほぼ大丈夫。完璧に守られるというような素晴らしいワクチンができた。であれば、もうどんどん接種進めればいいわけですよ。でですね、どれだけ接種が進んでるかっていうのをここにリストしたんですが、中国が2億回以上、アメリカが2億回以上、インドが1億4千万、イギリスが4千万。まあ、こういうふうになってまして、日本はどこにあるかというと、ここですよ。わずか
349万人、これだけの接種しかできてない。まあ言ってみればですね、日本、まあこれは誰の責任にあることは日本政府ですよ。日本政府が、まあ言ってみれば世界の中で、まあヘマやったんですね。まあワクチンは取り合いですよ。で、早く打てば国民はコロナから解放されるということでありますから、一刻も早くたくさん接種しなきゃいけない。ですが、日本はこの国にあるように失敗したんですよ。お粗末。まあ、能力を欠いていると言った方がいいか、ヘマやったと言ったらいいか、ともかく、ダメと、ね。菅政権の失敗ですよ。大失敗。だが、5月からはワクチンが大量に入ってくると。いうことになっております。ですから、それをちゃんと接種すれば、迅速に打てばですね、これ日本も、まあ、コロナから解放されていくということなんですね。で、接種券っていうね、この、まあ、高齢者に対しては接種券というのを配られています。まあ、私に対してもですね、これですよ。接種券ね。これが、来ました。これが来ましたので、じゃあっていうんで、予約しようと思って、まあ、電話しましたね。せっせ電話しました。つながりません。そして、ネットで、予約しようと思って、まあ、悪戦苦闘しました。まあ、私の技術がお粗末なこともあってということでしょうかね。まあ、ともかく、ネットでも予約できませんでした。まあ、次回は14日かな。ね、また、空きができるから、そこで、予約してくれてるんでしょうけども、大丈夫かなっていうのが気がしますよね。要するに、こういう手続き、スムーズにですね、予約をバーって入れて、そしてスムーズにワクチンを進めていくということにおいては、まあ、日本政府、お粗末と、他の国に比べて、はるかにお粗末だということは間違いないですね。で、ただし、ワクチンは入ってくるんですね。もう結構入ってきてるということなんです。ファイザー社製、非常に優秀なワクチン。これ6月までに1億回ですよ。1億回分が入ってくる。9月までに全国民接種に可能な十分な量。これ入ってくっていう報道がありました。モデルナ製は6月までに4000万回分入ってくると。ただまだ承認ができてない。もう遅れてきてはいるんですが、承認されてない。だから、早く承認しろってところで、まあずっと前から言ってるんですが、承認しないですね。知見がある。で、5月21日で承認するんだということですけども、もうそれがもう決まってんだったら今やればいいじゃないかということですね。まあ、早く承認しろしろと言って、ずっと我々アピールしてはいるんですが、まあその声が届いたかどうか、この特別承認、まあ早くやるにはですね、なんか、法律改正が必要だとかなんとか言って、来年になったらその法律改正しますというふうに言ってますが、まあ来年まで待てないですよ。ともかく、ファイザーのやつは承認されてて、モデルナのやつは5月21日だ。ということですね。ゼネカはまだ承認されていない。
日本国内で製造しますから、1億2000万回分の供給が受けられると。ただまあ、ちょっと副反応が大丈夫かなっていう懸念は出てます。それから少し有効率が落ちるということで、アストラゼネカを避ける人は結構いるかもしれない。ただもうファイザーとモデルナで、もう結構十分な量のものが入ってきますから。あとは、これをどれだけ早く接種するか。これがもう問題なわけですよ。ね、スピードが問題。で、非常に心配ですね。今の調子だったらいつになったら来るのか。で、まあ、接種が進まないとですね、どん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 患者が増えて医療崩壊、ね、助けられる命が助けられないと、大量の人が、まあ、その医療崩壊で、ね、死んでしまうというような状況になりつつあります。で、まあ、菅さんも、これはいかんということで、なんとかしようと、まあ、彼の思いつきですね、大規模会場で接種すれば、まあ、どんどん進むんじゃないかというふうに思ったんでしょうか。東京と大阪で1日1万人の接種ができるようなところを会場を設けるということで、モデルナ社のワクチンを使うというふうに言っておりますね。ですが、ね、1日1万人じゃ足りないんですよ。ね。1日1万人接種しても2ヶ月間でやっと60万人。接種しなきゃいけないのは、ね、本当は6月までに1億4000万来るんですから、ね。60万なんてのはね、無視できるぐらい少ない数でありまして、1億4000万をやろうよと。頑張ればできるんじゃないかと。ね。いうふうに考えるわけですけども、そんなんできないよって言うんでしょう。ですから、もっともっとピッチ上げなきゃいけない。まあ、私が、に言わせれば、頑張って、1日200万人接種しろと。ね。まあ、大規模会場でやるのは1日1万ですよ。でもこれじゃ足りないと。1日200万やれと。まあ、それをどうやってやるのか考えろと。これをやればですね、コロナはさーっと引いていきます。で、まあ、皆さん好きなことができるようになるということで、コロナが怖くなくなる。まあ、素晴らしいメリットがあるわけですよ。1日200万をやれと、ね。じゃあ、接種を増やすに何が必要かと。まあ、一番いいのはですね、全国の一般診療所、10万ありますから。これを使うんですね。だから皆さんの行きつけのお医者さん、一箇所、例えばですね、10人接種したとしたらですね、まあ、もっとやれるって人のところもあるかもしれない。一箇所10人接種したとすると、まあ、一月で50万件あればですね、3000万回できるわけですよ。で、モデルナのワクチンだったら、マイナス20度で半年持つと。2度から8度でも30日で使えると、保存可能。ということですから、ファイザーのところはちょっと大変ですが、モデルナだったら、このくらい、まあ、冷蔵庫だったらどこでもありますから、で、実現可能なわけですよ。ですから、モデルナのワクチンを、この10万箇所の診療所にわっと配っておいて、で、やってもらえばですね、1ヶ月で3000万、2ヶ月で6000万。結構進みますね。これでも足りないかもしれない。まあ、それ以外に、
歯医者さん。歯医者さんに打ち手になってもらうと。医師会が反対してるっていうのを週刊誌は言ってますが、本当かなっていう。まあ、反対する必要はないと思いますけど。